皆さん、こんにちは。先日の M トーナメントに続き、また嬉しいニュースが飛び込んできました。将棋界で一番麻雀が強いとされる鈴木大介プロが日本プロ麻雀連盟に入会しました。鈴木大介プロといえば、2019年の麻雀最強戦での優勝からアマチュア最強とされる雀士の一人です。今回は鈴木大介プロの日本プロ麻雀連盟入会について大雑把に解説していきたいと思います。では早速見ていきましょう。鈴木大介プロは1974年7月11日生まれ、東京都町田市出身の48歳です。プロ棋士としての実績は、20歳だった1994年にプロ棋士となりました。プロデビュー後、竜王戦で初参加から5期連続昇級して、一気に1組入りを果たしています。将棋界でタイトルこそ獲得したことがありませんが、NHK 杯早指し新鋭戦という一般棋戦での優勝が2回あります。現在は最高段位である九段となっています。また、漫画、八腕ダイバーの将棋監修も担当していました。作中の主人公の師匠、鈴木八段は、大介プロがモデルとなっていました。そんな鈴木大介プロの趣味の一つが麻雀でした。幼少期から家族麻雀で遊んでいた鈴木大介プロは、過去に桜井翔一さんが率いる雀棋会に参加していたこともあるそうです。サイバーエージェントの藤田進社長とは、雀棋会時代によく卓を囲んでいた仲間であり、アベマの将棋チャンネルの解説は、鈴木大介プロが藤田社長に提案したことがきっかけだったそうです。麻雀の実績は、それほど多くはありませんが、順番に見ていきましょう。2019年に行われた第1回、囲碁、将棋チャンネル杯、麻雀王決定戦の将棋棋士予選で1位通過をし、囲碁棋士代表者と戦った決勝では、惜しくも3位に終わりました。そして、麻雀最強戦2019、著名人代表決定戦、熱で優勝し、ファイナルに進出します。ファイナルでも順調に勝ち上がり決勝に進出します。決勝では、金子正輝プロ、近藤誠一プロ、堀慎吾プロを相手に優勝を勝ち取ります。さらに麻雀最強戦2021、著名人最強決戦でも優勝、翌年の麻雀最強戦2022、男子プロ王者の帰還でプロ雀士たちに混じって参加しましたが、ここでも優勝してしまいます。これでアマチュアとして4年連続ファイナル進出という快挙を達成しています。そして、ファイナルでまたしても決勝まで残りますが、惜しくも瀬戸熊直樹プロに連覇を許して、最強位獲得とはなりませんでした。この麻雀最強戦で強烈にインパクトを残している鈴木大介プロが、満を持してプロ麻雀界に入ってくることになります。その入会会見が、2023年5月11日に、東京、コナミクリエイティブセンター銀座で行われました。会見の内容に沿って掘り下げていきたいと思いますが、正直に言うと、鈴木大介プロと一部の記者以外は何を言っているのか、はっきり聞き取れない会見でした。特に森山会長は、ボソボソすぎて半分も聞き取れませんでした。ですので、間違いや抜けがあるかもしれませんが、ご了承ください。入会するにあたって、テストはなく、面談のみだった。これについては、実績があるし、前例として萩原雅人プロの件もあるので、まあ、そうだよね、という感じでしょうか。日本プロ麻雀連盟の段位、リーグ戦のクラスは、まだ決まっていない。これについては、前例と比較して、予想をしてみましょう。萩原プロが、5段スタートで、リーグ戦は不明です。リーグ戦を調べてみたのですが出てきませんでした。知っている方は、ぜひコメントで教えてください。4代目天鳳位、スズメクレイジーこと、石川遼プロが、現在4段で B2 スタートです。タイトルとしては、石川プロが新人王戦で優勝しているという感じです。この2人を参考にすると、鈴木大介プロは、5段、B2 スタートが妥当なラインな気がしますが、どうでしょうか。皆さんもご意見があればコメントしてくださいね。近代麻雀も M リーグも見ていて、麻雀プロに憧れがあった。麻雀最強戦2019で優勝して、
プロ雀士と交流を持つようになって、麻雀プロに興味が出てきた。日本将棋連盟常務理事が今年6月をもって任期を満了する。これからを考えたら、麻雀を競技としてやりたいという気持ちが一番にあった。いろいろな人に相談した結果、日本プロ麻雀連盟に入った方がいいという声が多かった。佐々木久人プロ、滝沢和憲プロのファンであり、憧れがあって、対局したい気持ちもあった。将棋はこれまで通り続けていく、麻雀は出れる大会はすべて出たい。将棋は今まで以上に結果を残さないとプライドが許さない。Mリーグはぜひ出たい。リーグ戦や他のタイトル戦でどういう結果を残すのか気になりますが、やっぱりMリーグで見たいというのが、ファン心理だと思います。リーグ戦や他のタイトルは、短期で結果が出るとは限らないですし、麻雀最強戦4年連続ファイナル出場という旬な今、話題が熱いうちに見てみたいですよね。実力は最強戦で証明済み、エンタメ性も、将棋と麻雀の二刀流、となれば、選ばれても不思議ではありません。実力とエンタメだけでものを言っても、ちょっと浅いので、もう少し見ていきましょう。熱狂を外へ、ということで SNS を調べてみましたが、Twitter はやっていませんでした。これについては、萩原プロも Twitter はやっていません。それでも、萩原プロが外からファンをたくさん連れてきて麻雀を、Mリーグを広めた実績があります。5年経って、萩原プロと畑が違うところからという意味では良さそうに見えます。何より、将棋と麻雀でアベマとしては、両方のチャンネルで相乗効果が期待できそうな感じはしますよね。でも懸念材料もあります。やはり一番は、スケジュールです。日本将棋連盟常務理事の任期が満了したとはいえ、将棋の対局は今まで通り出て、麻雀のリーグ戦、他のタイトル戦に出た上でMリーグも参戦となると、さすがに厳しい気がします。Mリーグは、対局以外の仕事もあるのも大きいです。ただ、Mリーグに選ばれたら、他のタイトル戦の出場を控えたりできるし、俳優の萩原プロが5年やってきたことを考えると、やってやれなくはないのかな、とも思います。そもそもスケジュール的に無理なら、麻雀プロになる選択はしなかったと思いますし、会見でMリーグに出たいという意欲を見せた以上は、スケジュール面もクリアしていると考える方が、合理的な気がします。スケジュール的にそもそも無理なら、会見でMリーグについて、あの発言にはならない気がします。そして、もう一つの懸念点が、鈴木大輔プロが左利きという点です。Mリーグというフィールドでは、左利きはマイナスポイントです。他の動画でも触れましたが、Mリーグのユニフォームは、灰を積もる時に映るように、右肩にスポンサーロゴを入れています。左利きだと、これが映らないのがマイナスとなってしまいます。左利きの近藤誠一プロが所属する、セガサミーフェニックスのユニフォームには、胸にはスポンサーがついていますが、右肩にはスポンサーがついていません。これは左利きの選手がいるということも要因の一つではあると思われます。とはいえ、この点については、しょうがない部分なので、そこまで気にしなくていいのかもしれません。そして、会見の中でびっくりしたのが、手出し、つもぎりの話でした。手出し、つもぎりを全部覚えようとすればできるけど、年齢も年齢なので疲れて、終盤ガス欠になることもあるので、必要なところを覚える感じ、と話していました。記憶力が良いとされるプロ棋士は、全部覚えていると思いましたが、意外でした。鈴木大輔プロは、記憶力については普通で、他のプロ棋士たちはすごいと謙虚に話していました。この年齢で衰えていることを認めていたのは、すごく好印象でした。なかなか衰えを言わない人が多いですが、衰えは平等にあります。記憶力だけではなく、頭の回転数だって、30代より20代、20代より10代の方が良いですし、体力の回復だって若い時の方がいいです。でも将棋も麻雀も経験、知識の蓄積が武器になります。だから若い時ではなく、ピークが40歳前後に来るとされています。鈴木大輔プロも能力的には衰えてきていますが、会見で言っていたように、これから勉強してもっと強くなる可能性はあると思います。
将棋界は AI を使った研究が主流になっているので、どこかの企業と協力して、麻雀 AI の開発、研究にも絡んでいただけると面白くなりそうです。特に放送対局に AI を取り入れて、将棋の放送みたいになると、より見ている方もわかりやすくて面白くなる気がします。わーわー言うとりますが、鈴木大輔プロのこれからの活躍に期待したいですね。以上、鈴木大輔プロの日本プロ麻雀連盟入会についての大雑把な解説でした。なお、この動画には、間違った内容や、作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。よかったら、チャンネル登録もお願いします。